365日紫外線を降り注いでますから、あの毎日ケアしてほしいんですね。でずっとお家にいるよっていう場合でも窓から紫外線入ってきてますから、あの紫外線 100% カットしてますか？してませんよ。窓の下で寝てるよね、うちの。窓の下で寝てる。窓の下で寝てますよ。朝日に起きますから。カーテンないの？え、カーテン。カーテンはあるよ。バカにすんなよ。つけてるよカーテンは。こっち行くぞ。おい。なんていうんですか。ここから漏れ日というかがすごいんですよ。漏れてくるんだ。そっかそっか。何なのよ。まだね、若いからって油断してるかもしれないけど、もうそうでもなくなってきてると思うから。ちょいちょい失礼だよあんた。私たちね、フラッシュお願いします。あんまりたかれない気もする。どうですか。 なんかうなじの範囲が広めだよね。じゃあかけよう。履いてくれよ、さっきみたいに。本当にあれも胃がムカムカしますね。ちょっと生で見れば見るほどよね。ちょっとちょっとウィンクやってみてください。今ちょっとカメラに向かって、え？ちょっとあら、でもできてる。できてるよ。できてる。できてる。あ、じゃあこれでじゃあやらせてもらって、まーちゃんは？まーちゃんできる？はい。あ、ちょっとギュッてやりすぎてる。ちょっとやりすぎよ、ぎゅう。ご期待ください。ではお二人のミュージックスタート。君を日焼けによるシミ予防どうなってるんですか？ちょっと あれなんかあの元の位置にお願いいたします。はい、ずっと私のアップだったけど。予想外の動きがあったから。コンテンポラリーダンスを普段からやるので、やっぱ歌詞に沿った動きをやっぱどうしてもやっちゃうんで、すいません。ジャンル違いでした、ごめんなさい。365日、うん、これを塗ってもうどんどん美白をして、あの歯よりも白くなるよと思う。怖い。ありがとうございました。では拍手でお送りいただきましょう。お笑いコンビガンバレルーヤのまひるさんとよしこさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。